皆様こんにちは。今回は Android 7.0 以降の機種でタスク画面からマルチウィンドウを利用する方法をご紹介させていただきます。 Android 7.0 では公式にマルチウィンドウ表示をサポートし、同時に2つのアプリを1画面に表示することができるようになっています。Android 7.0 のマルチウィンドウは一般的にタスクボタンを長押しして表示の切り替えを行い利用します。ただこの他にも実はタスク画面からマルチウィンドウの切り替えを利用することができるようになっています。その使い方はまずタスクボタンを押してタスク画面を表示し、マルチウィンドウで表示するアプリを長押しします。すると分割画面を使用するにはここにドラッグしますと表示されるので、長押ししたままアプリをその部分にドラッグします。これでマルチウィンドウ表示に切り替わります。続けてタスク画面から他のアプリをタッチすることでもう一つのアプリも表示され、マルチウィンドウ状態となります。またタブレットを横画面で使用している場合は、マルチウィンドウで固定するアプリの位置を左右から選択することも可能となっています。今回ご紹介させていただいたマルチウィンドウの切り替えは意外と知られていない方法です。ぜひ参考にして活用してみてください。以上、Android 7.0 以降の機種でタスク画面からマルチウィンドウを利用する方法のご紹介でした。